はい、どうも宮沢です。浅田です。まあ、この仕事をやってますとね、はい、で周りからねカメラ買いたいんだけど何買ったらいいのかっていう相談とかあるでしょ、はい、めちゃくちゃありますね。まあ、最近自分もねそういう経験があったんで、はい、今回ねそれをテーマにお話ししたいと思います、はい、ぜひ最後までご覧ください。はい、改めまして矢沢です。矢沢です。いや、というのもね、はい、実は妹からね、はいはい、一眼レフが欲しいんだけど、はい、で、まあ、旅行に持っていきたい、はい、予算10万円っていう相談を受けたんですけど、はいはいはい、まあ、そういう枠の中で、はい、縛りの中だったら何をする？キャノンかソニーの、 あの APS-C のミラーレス一眼がいいかなと思います。値段的にもブランド的信頼的にも。具体的な機種名はあれ確か6000シリーズですよね。あのアルファ6000シリーズ、6400とか300とか500とかですよね。まあ確か500だと10万ちょっと超えちゃうぐらいで、400だと10万いかないかなっていう感じなんで、それがいいのかなっていうイメージですね。全く打ち合わせしないんですけど、ここのトーク、はい、同じですね。やったいや実際もう6400買わせたんですよ。おお、6400じゃ10万いかないんですか？ね、レンズキットで、はい、あのまあ、旅行に持っていくっていう話だったんで、はい、一番標準の 50mm かぶってるやつの、はい、まあ、F 値変わっちゃうみたいなレンズではあるんだけども、はいはい、それのレンズキットで、ね、10万7000円ぐらいかな。で、まあ、自分はソニー会員なんで、はい、ちょっと他の人より安くなるんですけど、はい、それで10万7000円、はい、で、まあ、SD カードだけ別ですけど、はいはい、まあそのぐらいだったらっていう感じですね、はい、旅行に持っていくという明確な目的があったんで、はい、あれってほらこっち側に液晶が向けられるじゃないですか、はい、だから自撮りをすることもできるし、やっぱね旅行って考えた時、はい、大きいのは勧められないよね、はい、特に女性でしたらなおさら。そうそう、うちの妹の場合は、あの、うん、iPhone の、例えばストロボを、ね、フラッシュで発光するのを消すことすらできない人なんですよ。はいはい、その人の性格によるけど、はい、後々拡張して、レンズとかも新しいの欲しくなるタイプの人だなと思ったら、はい、まあ、もうちょっと進め方が変わってくるんだけど、はい、おそらくこの1台で完結するだろうなっていうのが見えてたんで、まあ、それが一番無難かなっていう。だからまあズームがやっぱり一番便利ですよ、はい、なんか単焦点が単焦点で、まあ、魅力的だけど、それはかなりやっぱ上位レベルの人じゃないと、はい、やっぱりね近づけないところに近づけるのがズームの良さだったりするので、まあ最初に予算ですよね。そう、あと重さですよね。なんかちょうど最近あったんですけど、うん、そしたらその子明るいレンズが欲しくて、けどズームが欲しいって言ってきたんで、ちょっとシグマで、その子趣味なんでいいかなと思って、シグマの 1835F1.8 っていうのがあるんですよ。で、まあ、単焦点並みの明るさでズームできるレンズだよっていうので勧めたんですけど、それ勧めたら、あ、それは重くてちょっと無理そうだなと思ったんですって。我々が使っているレンズの半分ぐらいの重さなんですけど、それでも女の子がしたら重いらしいですね。俺もだからね、ミラーレスになってからようやく、はい、持ち歩くようになった。 D5 とか D4S 持ち歩こうと思わないとてもじゃないけど持ち歩きになかならないもんね、まあ、ミラーレスになってようやくかな、バッグの中にちょっと忍ばせておいてもなんか負担にならないからね、はい、だって実際物だってこれ D5 このサイズで 1.5 キロでしたっけかな、こんなでレンズこれ標準で、これ900とかなんですよね。24なんでこんなです、こんなサイズですよ。これバッグに入れたくないでしょ。嫌ですね。でこのサイズが入るバッグってなかなか。なかなかだよね。結構な重さあるし、ね。はい。まあ、ミラーレスも比較しますか。はい。あ、これなら持ち歩きますね。これフォクトレンダー。これ前、ね、はい、動画で別の動画で撮ってますけど。半分。このサイズ感ですよ。だってすぐ。子供と大人ぐらいの差ありますよ。ありますけどね。てかアルファ9って大きいんですよね。あの我々からしたらすごいちっちゃく感じるんですけど。あ、そうなのか。これでもでかいのか。はい、そうだろうな。まあ、6000シリーズなんてもうかなりもう二回りぐらい小さい。小さいです。
そうだよね、はい、だってほぼ背面裏液晶だもんね、はい、でここも薄いんですよね、ここはないんです、あとここもないですし、ああそうだね、出っ張ってるとこないわね、はい、まあうちら的にはこれでも小さいけど一般の人ではそれでもでかいっていう、ただなかなか進めるのは難しいです、はい、でもあとね無茶言われることもある、もう10万円で、はい、もうバスケットボールの試合が取りたいと、ああ無理って言ったけどでもそれこそ5、6万ぐらいの中古のカメラにタムロンの100、400とか、あれ、70、300でやっぱりこっちが勧めたのにさ、ぼんやりした写真しか撮れないって言われるのもさ嫌なんだけど、で実際さ、うちらがバスケットの試合をちゃんと撮りましょうってなったらさ、はい、結構大変じゃない、大変です、スポーツの中でもかなり大変な部類だと思うんだよね、だから体育館が暗いんですよね、そうだね、あと激しいじゃない、はい、で例えばさ、まあ、ゴルフであるとかさ、はい、まあ、野球もまあ打った後は分かんないけど、はい、でもなんとか動きが予測できるスポーツってあるけど、はいはい、球技、サッカーとかバスケットとかっていうのは、もう本当に縦横無尽に広いところを動き回るからさ、はい、でいきなり振り返ったりもするし、かなり難しいよね。もう自分が試合してる感覚で、あ、こいつ次ここ来るなってするようになってくるんですかね。まあね、まあ多分スポーツと専門で撮ってるカメラマンさんはもうある程度予測できるんだよね。すごいです。でも音楽のステージ撮ってるとさ、はい、初めて聞くと曲でも曲のさ展開とかさ、はい、なんとなくそろそろサビだと思って下がりますね。そうでしょ、そういうのあるよね。なんとか継続して撮ってるあのミュージシャンの人だとなんか動きのなんか癖が分かってきたりとかね、はい、だからそれと同じじゃないの。そうですね。まあ、なかなかねアマチュアの方に勧めるのは難しいというお話でした。はいはい、個人的には富士フィルムもおすすめです。おー、そうですか。